はい、ここ置きなさいよ。うん、翔ちゃんは飲む？いらない。いらない。あるの？なんでそんな甘えてくんの？いいかな、いいから。いいからって何？最近はどうなの？何が？昔のこととか相変わらず思い出すの？うん、思い出すね。そうなんだ。思い出してるじゃん。まあね、パニックまではいかないけど、うん、多分寝てる時とかもさあるよね。うなされてるね。うなされてるよね。まあね、うん、いろいろあっただろうからさ、まあすぐにはね、もう何もなかったことにはできないよね。そりゃもう10年経ってんだけどね。うん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 。なんか楽しく生活してさ、今より楽しくね、前辛かっただろうけど、より楽しく生活することによって昔のことが早く忘れられたらいいなとは思うけどね。うん、まあ。そういえばさ、外録チャンネル出たじゃん。うん、1ヶ月前くらいだっけ？ 1 ヶ月前かな。うん、よかった、出て。まあ。うん、でもないじゃん、ああいう感じでさ、うん、自分のことをさ、いろいろ正直に話す機会って。そうだね。うん。うん、でもあれだけじゃないでしょ？実際も。何？どういうこと？俺やっぱほら、短い時間に、うん、まとめられてるしさ、うんうん、いろいろあったことをさ、短い時間でさ、うんうん、全部は語り尽くせないじゃない？大体、うんうんうん。ああ、そういうこと？うんうんうん。うん、まあ、全部が全部、全部を話したわけではないかな。うんうんうん。で、今後、話すこともないかな。うん。まあ別に言う必要もないと思うしね。うん。そんなさ、まあそれをネタにするんだったら別にいいかもしれないけどさ。わかんない。でも今後、小出しね。話すつもりないとか言って、いつか話したらあの時なんだったのって言われたらあれだから、あんまり宣言とかしない、きたくないんだけど。うんうんうん、まあでも。まあ話す機会があって、自分が話せるって言うんだったら別に話してもいいとは思うけどね。でもほら、この間話した内容とかっていうのはさ、うん、全部ほら、もう俺も全部知ってる内容じゃん。うん、俺が全部知ってる内容を、うん、あの、チャンネルでも話したっていう感じだからさ、うん、俺はもともと知ってたし、うんうんうん、別にそれに関してさ、なんか思ってることもないしさ、うんうん、あ、おや、思ってることないって思ってることはあるけど、うんうん、別に全部をさ、うんうん、知った上で翔ちゃんと一緒にいるからさ、そうだね。うん。受け入れた上でね。うん、だからね、今、幸せにできたらいいなっていうのはつくづく思うけどね。だって前みたいなさ、昔みたいなさ、なんか悲しい思いとかさ、辛い思いって、したくないじゃない？うん、今でも。うん。まあ。なんかまあ、頼れる人もいるんだからさ。俺という、頼れる人がいるんだからさ。まあ。うん。大いに頼ってください。頼りがいはありませんけれども。そんなことはないけど。何よ、その、どういう顔よ、それ。いや、別に。うん。うん、やんのか？もう、うん。もう10年ぐらい経ってるし、うん。10年ぐらいっていうか、10年ぐらい経ってるっていうか、その後にもいろいろあったけど。うんうんうん。そりゃあるよね、いろいろね。気持ちがずっと晴れない。どうやったら晴れるんだろうね。わかんない。まあずっと引っかかってるんだろうね、きっとね。うん、いろいろあったことが、うん、言葉ではさ結構言えるじゃん。うんうんうん、もう過去なんだしさとかさ、そうそうそう、うん、親は大事にしないよとかさ、そうそうそう、正論でね。
そうそうそう。一人っ子なんだから甘えられて育ったでしょうとかさ。うんうん、偏見がね。そうそう。好きな子がいるからね、周りはね。親と仲良くしなさいよ。うん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 。その方が絶対いいから。うん。とか。言うても親だからとかね。そう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 、うん、あるね。うん。わからんでもないけど、それじゃ片付けられないこともあるのよね。うん、だからまあ無理してね、そんな、関わりを持つ必要も、今となってはないとは思うし、うん、まあ。ねえ、まあ親も親でさ、うん、ほら、今一緒に暮らしてる家族がいるわけじゃない。うん。うんうんうん。だから別にね、今の段階では別に、うんうんうん、そこまで関わりを深く持つ必要もないかなとは正直思うけど。うんうん。うんうんうん。そうだね。うん。まあなんかあれば連絡来るだろうしね。うんうんうん。うん、その時にこっちにもう余裕があればさ、うん、手助けできることは手助けすればいいし。まあね、人から言われることっていうのは結構気にしちゃうからね。気になっちゃうからね。気にしないようにしてても。うんうんうん。外録チャンネル、どうなんだろうね。結構いろんな人見てくれたのかな？わかんない。あ、でもまあ、そうだね。うん。まあ、コメントを見る限り、まあ、DM とか、そういうのを見る限り、まあ、いいコメントもあるし、悪いコメントもあるかなと思うけど。まあ、人それぞれ考え方違うしね。うんうんうん、まあ、いろいろな意見はあるよね、きっとね。そうだね。うん。うん。まあね、そういう人たちも別に直接関わり合いがある人たちが、うん。ほとんどなわけじゃないし。はい。うん。まあ、マイナスなコメントとか別に、ああ、そういう意見もあるんだなっていう感じで、流しとけばいいかもしれん。うんうん。そうだね。うん、うん。そうよ。なんで刀なの？だってもう届かない。届きかしてよ。これ以上首が。届かして。はい。食べる？食べます。美味しいよ。あ、ネギはいいかな。ネギが美味しいのね、玉ねぎ。ネギは単品で食べる。単品で食べるってどういうこと？玉ねぎサラダで食べようかなと思って。あ、うん。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 美味しい。まあ、でもさ。うん。まあ、出てよかったかな。ほんと？まあ、いろんな目で見られると思うし。うん。なんか変な目でも見られるだろうし。うん。カップルで、うん。あんな過去持ってる人っていないと思うんだよね。うん。過去でいろん、昔いろんな人に、うん。そういうことをしてましたとか言う人、俺聞いたことなく、ないじゃん。あるカップルチャンネルをしてる方で。あんま聞いたことない。まあ言ってないっていうのもあるだろうけどね。だろうけどね。うんうん。で、それでなんか嫌な、なんかね、カップルはこういう綺麗なものであり、あってほしいとか、そういうふうな思う方も多分中にはいるだろうし。うん。だからもうそういうものかなとも思うし、僕も。うんうんうん。なんか、なんか良くないなぁとは思って。でもなんか僕がその27になって、うん。うん、どう、何を、どこをつまんでも、その過去は拭えないというか、未だに背負って生きてる。うん。未だにパニックに なるし。うん。うん。でも、あ、でもそういうのをさ、分かってもらえる機会にはなったんじゃない？まあ、そうだね。うん。まあ、身近な人とかでもさ、あの動画見てくれてさ、あ、そういうことがあったんだって、翔ちゃんのことを理解してくれる人も少なからずやっぱいるわけじゃん。あ、だからこういう感じなのかとかさ、人見知りなんだとかさ、感情の起伏激しいんだとかさ、まあそういうので理解してくれる人もいると思うからさ。まあそれはそれでいい、良かったんじゃない？そうだね。うん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 。あとなんかやっぱりさ、うちだってさ、理想的な、うん。カップル像っていうのを、うん、まあ動画で出したり、うん。するのはするけどさ、うん、それだけじゃないじゃん。じゃない。なんかそれだけ見せるのがいいとも思わないしさ、うちらはね。うん。うん。なんか、自然体の
ね。うちらとかさ、リアルな、うちら。うんうんうん。っていうのをさ、出したいっていうのもあるじゃん。まあ、そんなまあまあなわけばっかじゃない。そうそうそう。喧嘩だってするし。そう、喧嘩もするし、本当に、なんか、うん、二人でなんか、ズーンってなってる時も、正直あるっちゃあるし、でもその中でもやっぱ楽しいこともあるし、嬉しいこともあるし、幸せだなっていう感じるとこもあるし、そういうのをさ、全部、色、全部じゃないけど、出せていけたらいいよね。そうだね。うんうん。まあ世の中いろんな人いるからさ、その方がさ、なんか、もし同じような悩みでさ、抱えてる人たちが見てくれたときに、なんかちょっと、力になれる気がするよね。そうなのかな。うん。うん。うん、うん。わかった。わかった。うん。うん。さあ、お風呂でも入りますか？うん。入る。うん。入る。じゃあ、翔ちゃん先に入ってきていい？ああ。